海美は5月24日から2011年12月10日は戦前期の日本におけるピアニストであり戦後はアメリカ合衆国において図書館司書として活躍した海美和子とも称した1995年には日本政府から訓四等奉還賞が贈られた1913年にアメリカ合衆国サンフランシスコで生まれる祖父は同地で 貿易商社会の商店を創業した、カイオリエ。幼少の頃から踊りとピアノの才能が評判になる。9歳の時に日本に帰国し、東洋英和女学校に在籍。ピアノを川崎ですと、白系ロシア人のマキシム・シャピロに指示した。その後何度か渡弁し、1927年にサンフランシスコで行われたピアノコンクールでベートーベン賞を受賞した。 1932年には日本で開催された第一回音楽コンクールピアノ部門に出場し、大賞を受賞した。1933年にニコライ・シフェルブラッド式の新興協楽団演奏会でロベルト・シューマンのピアノ競争曲異端調作品54を日本初演し、好評を博す。1935年には同じくシフェルブラッド式の新居演奏会で、 フランツリストのピアノ競争曲第1番を演奏した。1937年、ポーランドのワルシャーで開催された第3回ショパン国際ピアノコンクールに原チエコと共に初の日本人として参加した。会話ワルシャワへの往復の途中でモスクワに立ち寄り、オペラや演奏会を鑑賞してロシアの芸術に感動したことを記している。その後、日米海戦直前に 米国に渡った。これについて、会は次のように述べている。9歳で帰国したが、生活は合わず、11歳で一人で渡米したのを、皮切りに何度か日米を往復し、結局米国での生活を選んだ。1941年の太平洋、戦争開戦時に、サンフランシスコにいた会は、翌1942年に、ユタ州のトッパーズ収容所に送られた。 1944年に知人の人類学者の尽力で収容所を出てニューヨークへ移り、コロンビア大学中央図書館にタイピストとして就職した。その後東亜図書館日本語図書セクションで目録作成に携わり、1945年にセクション責任者となる。東亜図書館の日本語蔵書は角田隆作の尽力で収集されたコレクションが書くとなっている。 会話1945年に戦争が終わると、同僚の P ・アンポルスキーと共に、ワシントンの議会図書館へ出向き、占領軍が日本から運んだ書籍の整理に携わり、重複した資料数千冊を譲り受けて、コロンビア大学の蔵書に加えた。また、日本の国立国会図書館や、早稲田大学図書館などからの研修生を受け入れ、彼らを支援した。 彼女は日本語コレクションの充実のために精力的に働き、それはコロンビア大学だけでなく日本研究を行っている北米の図書館員と研究者に大きな影響を与えた。1983年70歳で定年退職した時には会の功績を称いた記念プレートが東和図書館入り口に貼られ記念の桜が植樹された。 会はその後も2011年に亡くなるまで、東亜図書館に通い、アジアと中東研究に関する、書士的支援に関わり、主事の目録作成に、精力的に取り組んだ。彼女の最後の仕事は、東亜図書館日本語コレクション構築の歴史記録編さんであった。CV スター東アジア図書館の閲覧室には会を記念したコーナーが設けられ、会が利用した。 トパーズ収容所の日本語図書館の看板、会に贈られた、訓四等奉還賞などが展示されている。また会の遺族は、東亜図書館の日本語コレクションを支援する、会見脇金を設置した。東亜図書館協会機関誌、東アジア図書館、雑誌154号には、ドナルド・キーイン、大滝のりただら縁のあった人々からの追悼文が、掲載されている。 コロンビア大学図書館の目録に挙げられている著作一覧。ありがとうございます。